が自殺ではありませんでした。遺書があり、自殺と報道されましたが、長崎住所アンビエントが15日後に現場検査の結果、遺書はなかったと発表しています。そして、今ない状態なので大きな自殺の結果を警察と電話を入れたと言います。この子にから警察は最初の現場を見ていません。遺書はないので、禁止になります。現場検証は夜8時過ぎに行われ、わずか数時間の捜査で、リスト断定され、翌日に立証も行われています。遺書はなかったのに、警察はなぜマスコミの嘘の報道を止めなかったのでしょうか。アミューズはなぜ19日まで発表しなかったのでしょうか。カルマさんの死亡報道はアミューズ発表の18日午後2時10分より前に NHK は午前中に速報を出しています。16、17日と死亡の記事もありました。それらの記事は全て削除されてしまいましたが、多くの方が見ておき、亡くなった直後からおかしいと声を上げています。ネットではコメントが削除されたり、できなくなったりと、カルマさんの死に関して言論の自由はありません。 NG ワードがたくさんありますが、約束の時間、午前の速報を見た、詐欺、過重労働など、法の悪いものは全てされてしまいます。そんな1時間という短い時間で事件性はないから自殺と、なぜそんなに早く簡単に結論付けられたのでしょうか。普通は現場検証には最低でも半日はかかると言われています。まして報道をなぜそんなに急いでしたのでしょうか。不可解な点が多数あります。カルマさん死亡時刻の14時10分よりもかなり前の早朝にすでに死亡の速報をテレビで見たという人がたくさんいます。しかも報道とは裏腹に、亡くなったとされる前日の17日にすでに春馬さんの死を悼む芸能人のブログが多数存在しているのです。本当に18日に亡くなったのでしょうか。個人的に私がとても違和感を感じたのは、カルマさんが亡くなったとされる7月18日の2日後には早くも火葬を終わらせていたということです。コロナで亡くなったわけでもないのに、なぜそんなに火葬を急ぐ必要があったのでしょうか。異例の早さです。カルマさんほどの人気俳優だというのに、ファンに見送られることもなく、ファンとのお別れの時間を設けられることもなく、あっという間にひっそりと葬儀は終わっていたのです。カルマさんの死の報道に疑惑を持ち、再捜査していただくために立ち上がりました。遺書はなく、明らかに不審死であるにもかかわらず自殺と報じられ、葬り去られようとしています。三浦春馬さんは未来に夢と希望を持ち、常に前向きに生きてきた方です。なぜ30年という短い生涯だったのでしょうか。数々の疑惑がある中、私たちは報道の闇に気づきました。遺書がないと判明しているにもかかわらず、どのメディアも同じように感じてます。あたかも遺書を残して自殺したかのようにする。これは明らかに捏造であり、隠蔽工作です。残念なことに
いまだに春馬さんは遺書を残して自宅したと思っている方がほとんどです。ここで改めて申し上げます。三浦春馬さんは遺書はなく初日です。警察は最終日にしてください。三浦春馬さんの春は行動をなぜか所属事務所ハリウッドテレビ局